やかちゃん。さやかちゃんはとうとう魔法少女になっちゃったんだ。それだけ叶えたい願い事があったってことだよね。上条くんのことなのかな。でも上条くんが治ったとしても、さやかちゃんは魔法少女で魔女と戦うことになって、戦って戦って、そのうちマミさんのように。まどかさん、もしそうなっちゃったら私どうすればいいの。まどかさん、ひとみちゃん。ごめんなさい、驚かせて。何か心配事でもありそうな顔をしていらしたから。え、私が。はい。そうだったんだ、ごめんね。ああ、そうだ、ひとみちゃん、体の方はもう大丈夫なの？無遊病で大勢の人と一緒に倒れてて、病院とか警察とか。昨日は大変だったんでしょ？はい、おかげさまでもう何ともありませんわ。ただ午後には精密検査を受けに行かなくてはならなくて、少し面倒でなりませんの。そうなんだ。でもひとみちゃんに怪我もなくてよかったよ。ご心配をおかけしてすみませんでした。ところでまどかさん、ここ最近元気がないご様子ですけど、何か悩み事でも。え、ああ、いや、そんな風に見えるの？ええ、特にここ数日はとても思い詰められているように見えますわ。ふう、うん、言えないよ。ひとみちゃんには言えないから。もしかして恋のお悩みですの？それでしたら私もご相談に乗りますわ。いや、違うの。別に何も悩んでないから大丈夫だよ。そうですか。あ、うん、こっちこそ心配かけてたみたいでごめんね。いいえ、何もなければそれでいいんです。でももし何かありましたら遠慮なく私に言ってくださいね。それでは。はあ、ありがとう、ひとみちゃん。ひとみちゃん、嘘ついちゃって本当にごめんね。相変わらずな町だな。魔女の気配がプンプンする。まさか君が来るとはね。マミのやつがくたばったって聞いたからさ、わざわざ出向いてやったってのに。なんなのよ、ちょっと話が違うんじゃない？悪いけどこの土地にはもう新しい魔法少女がいるんだ。ついさっき契約したばかりだけどね。何それ、超ムカつく。でもさ、こんな絶好の縄張りミスミスルーキーのひよっこにくれてやるってのも尺だよね。どうするつもりだい京子。決まってんじゃん。要するにぶっ潰しちゃえばいいんでしょ、その子。
てと、しらみつぶしにここから行きますか。すごいね、京子。やる気がみなぎってるようだ。当たり前でしょ。この辺りのグリーフシードは集め放題。ここを縄張りにしている魔法少女はルーキーのペーペーで相手にもならない。こんな好条件でやる気を出さない方がおかしいってな。それは頼もしいね。できればルーキーの魔法少女も京子のことを見習ってもらいたいくらいだよ。ん？もしかして新しい魔法少女ってのもマミみたいなことしてんのか？さやかのことかい？それならそうだね。マミと同じようにスカイマも含めて退治して回っているよ。ふん、なんだか気に食わないやつだな。まだ会ってもいないのにわかるのかい？わかるって、話を聞いただけでもムカムカしてくるね。ムカムカしたついでになんだか腹も減ってきちゃってる。あれ、さっきも食べてなかったかい？あれはおやつ、熱腹なんだよ。これから食うのはメインディッシュ、戦の前の腹ごしらえってやつだね。とりあえずなんか食って、それからにするよ。食事か。僕にはよくわからない行為だよ。でもいつものことだけど、君は大抵何か食べてるね。久々に気分いいわ。そうかい、そうかい。さやかちゃんはさ、怖くはないの？うん、そりゃちょっとは怖いけど、まあ昨日のやつにはあっさり勝てたし。もしたらまことひとみ、友達二人も同時になくしてたかもしれないって。そっちの方がよっぽど怖いよね。だから、なんつうかな、自信、安心感、ちょっと自分を褒めちゃいたい気分つうかね。まあ舞い上がっちゃってますね、あたし。さやかちゃん、本当に怖くないのかな？私は怖いよ。さやかちゃんがもしマミさんみたいなことになったらって。これからの御嶽原市の平和はこの魔法少女さやかちゃんがガンガン守りまくっちゃいますからね。後悔とか全然ないの？そうね、後悔って言えば迷ってたことが後悔かな。どうせだったらもうちょっと早く心を決めるべきだったなって。あの時の魔女、私と二人がかりで戦ってたらマミさんも死なないで済んだかもしれない。私、さーてはなんか変なこと考えてるの？私だってなっちゃった後だから言えるの、こういうことは。どうせならっていうのがミソなのよ。私はさ、なるべくして魔法少女になったわけ。さやかちゃん、願い事見つけたんだもの。命がけで戦う羽目になったって構わないって、そう思えるだけの理由があったの。そう気づくのが遅すぎたっていうのがちょっと悔しいだけでさ。だから引け目なんて感じなくていいんだよ。まどかは魔法少女にならずに済んだっていう、ただそれだけのことなんだから。うん、
ところで会うなんて奇遇だね。何か僕に聞きたいことでもあるのかい？巴まみの後釜はもうこの町に来てるの？うん、もう来ているよ。すでに精力的な活動を始めているし。名前は？桜京子。巴まみとは違った考え方の魔法少女だよ。まみとは浅からぬ因縁があるし、さやかとは相性が悪いだろうね。ところで、君はその京子をどうする気だい？別に、どうもしないわ。そうか。まあ、魔法少女同士が争っても何も益はないからね。それじゃあまた。ああ、そうだ。君のことも京子にはちゃんと説明しておいたから。明美穂村は極めつけのイレギュラーだってね。京子は三木さやかと一緒に君も倒すと言ってたよ。だから忠告というか事実を伝えただけだよ。もちろん僕は仲間同士の争いを望んではいないけどね。でも最終的にどう行動するかは君たち自身で決めることさ。人を魔法少女に引きずり込んでおいてよく言うわ。それについても君たち自身が決めたことだよ。そうね、否定はしないわ。それじゃ。明美穂村、君とはいずれ。